がとうございます。いただきチャンネルがやまでございます。ということで本日は静岡県は裾野市に、お邪魔させていただいているわけでございますけれども、今回ねちょっと並び順のお店ということで、30番でございました。このお店ね、番長ゼロが12台というところで狙ってたんですけど、残念ながら最後の1台がねタッチの差で取れませんでした。なので、ちょっと何打とうかなって悩んだんですけども、比較的最新台のデビルメイクライ5、こちらをね打っていこうかなというふうに思います。まあ一応初打ちじゃないんで、はい、しっかりとね、いい形作れるように頑張っていきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いします。それではやっていきましょう。デビルメイクライ5でございます。まあ、実は1回打ったことある台なのである程度は理解できていると思います。まず最初は揺り区間開始 AJ2 コズショップ、これがですねアイテム獲得ゾーンになっておりまして、まずここから入っていきましょうと。大体ね、マイゲームのように取っていける感じではあるんですけど、まあ5個ぐらい取れたらいいなって感じですかね。でラストでもう1個取れない、4つ、はい、ということで、デビルブレイカーというアイテムが、ニコズショップで獲得できますと。これがねエンカウントバトルというバトルで、使うアイテムになっております。あ、これですね、はい、まず最初に入りましたこのエンカウントバトルで、このデビルブレイカーを使って敵を倒していきましょうという流れになっております。エンカウントバトルなんですけど、この通常時にレベル25からスタートするレベルがありまして、エンカウントバトルに勝利するとこのレベルが上がる形になっております。いきなり連打で100ダメージで800ダメージ、ね、必要なんで、いいよ500でかまあ倒せるんじゃないですかこれは、さすがによいしょ、はい、余裕ですね、はい、ということでまず1体目倒しましたと。これで、通常時のレベルを上げることができると。 B これどんどん上げると、ここに書いてありますけど DCBAS ございまして、今 B だと7レベル上がるようになっております。で残り4ゲームあるんで、その間に、いっぱいダメージ食らわせて、A とか S とかに上げていきましょうというような流れですね。まあ、ギリギリ、10ゲームかかってしまうと、こちらの、ランクはつかずに、達成のレベルアップだけっていう感じになってしまうので、お、熱いんじゃない？ A ですね、はい、A でレベル10アップ、そしてクリア報酬で4アップという形で、14レベル上がりました。なので最初の25レベルから14プラスされて39レベルになったと。こんな感じでね、通常時は、エンカウントバトルによってレベルを上げていくと。100ゲームごとにデビルバトルというバトルに入りまして、そこのデビルバトルでこのレベルが活躍すると。レベルイコールかけるパーセントかける 1% みたいな感じなので、39だと、39% でそのデビルバトルに勝てますよというような感じになっているので、その100ゲーム間でいかに敵を倒してレベルを上げるかと。もちろん100レベルまでいけば 100% でレベルバトルクリアすることができますので、この台は1周期目と4周期目にニコズショップが確定で出てくるようになっていて、それ以外の周期の場合はニコズショップは設定差による抽選が行われているような感じになっております。なんでニコズショップが取れる1周期目4周期目は特に気合い入れてレバーをやっていかないといけないっていう感じなんですけど、特に重要なのが1セット目です。というのも今この両サイドに出てると思うんですけど、エンカウントバトルの降格っていうのが1セット目についてるんですよ。なのでこの1セット目でしっかりとエンカウントバトルいっぱい引いてレベル上げてっていう感じでやっておかないと、それ以外の周期はほとんど降格がつかないので、その分なかなかハードルが高いよという感じになっております。はい、これも、エンカウントバトル、クリア期待度が星2、クリア報酬星 3.5 みたいな感じで、この敵の場合は星2なんでだいぶ勝ちづらいですよと。で報酬は、多めですよという感じになっております。同じ周期中に、勝ったエンカウントバトルの敵に関しては2回目は必ず勝てるようになっています。はい、ロックオンっていうのがねここについていて、赤いロックオンがついてる敵に関しては絶対に勝てるようになっておりまして、なんで同じ敵を引ければどん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 レベルを上げることができるという感じなんですけど、今ちょっとねもうデビルブレイカー全部使っちゃったんで、いけるか微妙なところでも、なでもいいですね、残り5ゲームであと200なんで割りかしチャンス、100 OK 倒しましたね。はい、これで敵の報酬結構高めな、ものがありますので、クリア報酬で10レベル、そして、コンボ報酬で、3レベルという形でアップしましたので、今回も13レベル上げたという感じでございます。あ、これですね、はい、で勝った敵に関してはこうやって赤い、ロックオンボタンがロックオンマークがつきますので、こいつに当たるもう1回当たると、確実に勝ててレベルを上げられるということで、今ね星2で勝ったこいつが、レベルが10上がる敵なので、はい、こいつに何回も当たるととても素敵です。でエンカウントバトルへの突入なんですけど、この台すごい重要な3つの、公約がありまして、
ブイベル、ダンテ名、そしてリプレイで、通常時に一番有効なのがブイベルですね。小ブイ型のやつでエンカウントバトルの抽選を主にしております。なのでこのブイベル入った時に結構エンカウントバトルに行くんですよ。特に広角なんでね、わりかしブイベル引いたらすぐエンカウント行く感じになってます。こいつはまだ、あ、こいつ最高じゃないですか。さっき倒した敵なんで、まあ、少なくとも絶対勝てるんでレベル10アップは確定ですね。でもちろん要所要所で、今の言った3つの、子役がすごい活躍する仕様になっていて、こういう対決の時にね、ブイベルとか引けるとレベルブレイカーとか持っていると、そのタイミングで大ダメージを与えられたりします。まあ、赤ロックンなんで今回は関係ないですけどね。どちらかというと どれだけ早く倒してでコンボチャンスにいけるかっていう感じですね。倒した後の残りのゲーム数がそのコンボチャンスで、コンボチャンスをいっぱい食らわせることによって、レベルが、ランクの方がどんどん上がっていくっていうようなイメージですね。はい、今回は、10ゲームかかっちゃったんで、そのコンボチャンスの方でもらえるポイントはもらえなかったんで、普通にクリア討伐だけのクリア報酬だけの10レベルだけアップになりました。これダンテ目、これがダンテ目です。そういう要所要所で出てくるんで覚えておいてください。リプリプドクロ、いやー 62% だとちょっと弱いですね。もっと上げときたい。残り10ゲーム、いやーちょっとエンカウント少ないな。よし、これで取りましたね。このブイベルで大丈夫でしょう。 OK、 いました。こいつこいつ、あ、いいぞいいぞいいぞ。これでレベル10レベルアップは確定なんで最低72で、この台のちょっと不思議なところがね、ダメージ30とか40とか繰り上がるんですよ。50ダメージになるんですよ。だから70とか80ダメージだったら100ダメージ食らわせられるんですよ。はい、それがちょっと気持ち悪かったりするんですけど、まあでもありがたい話なんで今20なんですけど、50減りましたね。で300減らす。さあランク D でございますので、13で今100ゲーム経ちましたんで、1回目の集計レベルバトルに到達いたしました。で今持っているレベル75がそのままパーセントになりますので、結局率 75%、はい、75% でデビルを倒していけるという感じになっているんですけど、デビルがなんと7種類おります。勝てば勝つほどもちろん報酬がもらえる感じなんですけど、1体目の報酬が AT の可能性があるので、まあ、どこで AT に行くかが分からないというところがこの台の面白いところになってます。なので1体目のキャラクターだと大体30% ぐらいかで AT 取れるようになっているので、はい、割かし1体目結構期待度が高いです。で 75% なんでさすがに勝てるでしょうという感じなんですけど、敵の赤攻撃なんでちょっとやばい。いやーこっちは青やばいですね。これはこれで押し合えば勝てる。押し合わないダメだ。うわー 75% 外した。復活なし、最悪です。これは一番最悪、やっちゃいけないやつで、こっからがマジ厄介なんですよ。1周期目超えてしまうとほら広角なくなりましたね。でもちろん、ニコズチョップ入ってないんでデビルブレイカーも持ってないんですよ。こっからがマジで地獄の展開になってしまいます。なんで1周期目がめちゃくちゃ重要で、そこで勝っとかないとマジで辛いことになる。周期変わるごとにこの敵が リセットされてしまうんで、さっきまでね強い時に勝ってたっていうのも、残念ながら、活かせないと。でも一応天井がありまして、8周期で天井になると、まあ900くらいかかるかな、900とか1000とか。あ、さあということで、2周期目32%なんでだいぶ厳しいですね。まあ、さっき 75% で、勝てなかったんで逆に 32% で勝ちたい。頑張れ。ダメ、さすが 32%。 はい、ということで、ゴリアテ2回対戦したんで、ロックオン、赤のロックオンかかりましたね。まあ、次で勝てますよという示唆ですね。で今3周期目なんですけど、ニコズショップに入りました。これ設定差あるやつなんで2分の1でニコズショップに入ったということで、これはちょっとプラス要素にはなりますね。だいたい6で、40% とかでだったかな。でその下はまあ 30% とかになってくる感じだと思うんで、まあこれはしっかりと生かしたい3周期目のニコズショップですね。まあでもこの台のいいところは、こうやって通常時にエンカウントバトルが頻繁に訪れることで、結構暇な時間がないんですよね。100ゲームの周期の間もエンカウントバトルで楽しめるし、でその100ゲームごとのね、周期に関してもしっかりバトルで楽しめるっていう感じになっているので、結構ね暇な時間が少なくてとてもいい台だと思います、この台は。そういう意味では、さあデビルバトルに突入でございます。ゴリアテ、1体目のゴリアテに関しては、ロックオン状態なのでここは勝てますと。なのでこの
ゴリアテに勝った場合に AT 期待度が 30% ありますので、そこで AT 取れるのが一番いいですね。お、よしよし、いやこれ勝てるんだと。はい、でゴリアテ勝てましたんでベルロッツジャッジいただきました。これが AT なのか次に進むのかっていうような、ルーレットになっております。さあ AT 来い、来ない。このショートカットっていうのは次のボスに進みますよというような、アイテムですね。で正直2体目は勝てないですね。なかなか勝っても AT に入りづらいので、まあ、ここよりもその次13567が、突破率高くなっていて、あ、敵強く攻撃24に関してはちょっと AT が取りづらいボスになっているので、まあ、ここは本当勝って早めに次につなげたいがダメ。お、また2個、あ、そっか4周目ですね。はい、4周目の2個ショップ、はい、1万円なくなりました。2枚目です。厳しい、残念。はい、ということで2連敗なので、エルザーゲルヨンナイトがロックオンされました赤で。でももう6周目なんですよね。もう天井じゃん、あと 2周期で。いや本当に1周目で勝てないとこんな感じになっちゃうんですよ。さあデビルバトル 32% なんですけど、一応赤ロックオンついてるんでここも勝ちやすいと。3戦目勝った場合はだいたい敵対度が 20% ぐらいになっておりますんで、まあ1人目のボスに比べるとちょっと低いですけども、チャンスではあります。まあ、赤6くんなので大丈夫ですね。ここはこのカットインが入ると大体勝ちですね。ブルーローズじゃん AT、 これはね AT の数が多ければねいいんですけどね。あ、いった、よかった。あー、天井までいかなかった。687ゲームめっちゃハマったけど15,000円。ちなみに、この AT 入ったタイミングでこのサブ液晶を押してみてください。ここの色が変わります。で今これ緑だったんで、青緑赤ってあって真ん中でございます。特化ゾーンスタートするんですけど、特化ゾーンが、優遇されるというような形になっております。で、この SDT なんですけど、まあ、冒頭から申し上げているこの3役めちゃくちゃ重要になっている SD でございまして、それぞれブイベル、ダンテ名、リプレイそれぞれに ST が発生する形になっております。なのでブイベル引いたら8ゲームに戻るし、ダンテ名引いたら8ゲームに戻るし、リプレイ引いたらネロが、戻るっていうような感じになっているので、これリプレイ引いたんでここは ST で戻ります。でさらに、枚数が、加算されるという感じになっておりますので、まあ、この3役を引き続ければどん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 上乗せすることができるというような、特化ゾーンになっております。で、これがね、だいたい10枚20枚増えていく3枚数管理になってるんですけど、200枚まで上げることができるとこのウィンまで到達するんですけど、ボーナスが獲得できると。ボーナスをいかに早めに引くかで、正直よし、レア役はオールリセット激アツ。この最初の SDT でボーナスにつなげるっていうのがマジでこの台重要になってくるんで、ここがマジでアームクソ重要で、まあ、しかもこのね3つの ST が同時に並行で走るっていう、他の台にはこのない仕組み、これがねめちゃくちゃ熱くなる素晴らしい特化ゾーンの仕組みになってるんですよ。これ V アオリスなんで V ベルかな、 OK、 一番少ない V ベル ST も巻き戻しましたね。さあダンテメ、ダンテメリップ、よしダンテメ、え、これうまい、これはうまいよ結構。リプレイ来い、あーダンテメリプレイがラストゲームで、これデンジャーになってしまったんでリプレイがめちゃくちゃ危ないよと。でもここでリプレイ引ければ大丈夫なんだけど、これでもリプレイ2サスですね。一応ここで他の3役、V ベルとかダンテメが引ければこいつは生き残るんですけど、これ今引けなかったので、リプレイが消えてしまいました。残り2つ V ベルと、ダンテメで ST を頑張っていく。1ゲーム遅い、あーダンテメ一応巻き戻しましたね。でダンテメ引けたんでこいつもまだ生きている。 V ベル、お、待ってこれ冷却だ、追加戻した、うまい、180まで来ました、最高です。これはいい流れ、めちゃくちゃでブイベル引いたんで90、あと10でボーナス。まあブイベルなんてね2つ残ってればいけるんじゃないか、あー行った。でこれで今200到達しましたんでボーナスが確定ということになりました。いやーよかった、一発目から15,000円投資しましたけどなんとかボーナスまで続きましたね。さあボーナスでございます。
ボーナスに関しては、2種類のボーナスがあります。青7ボーナスと赤7ボーナス、はい来ました。でこれで、青7赤7が、どっちが来るか分かんないんですけど、赤の方が圧倒的に強いです。なので赤来い OK、 赤と青は1対1なんですけど、赤の方が圧倒的に強いんで、皆さん赤を狙いましょう、赤を狙いましょうって赤を願いましょうということで、赤7ボーナスでございます。どっちにしようかね、一応気持ちいいのが一発告知なんですよ。なんで初めてなんで、とりあえず一発告知いきましょうか。赤は、7割で SDT をストックする、ボーナスになっております。青は、もっとガクンと、確率下がるんで、マジアクお願いって思いながら、押してください。終わった、取れずということで131枚ボーナス終了でございます。ボーナス前の SDG に獲得した、200枚分が加算されて、残り290枚ぐらいからのスタートと。 AT 中はこのクレイジーポイントっていうのが貯まるようになってます。この3役だったりとか、霊役引くたびにクレイジーポイントというのが貯まっていくような形になっておりまして、そのクレイジーポイントに、規定回数がありまして、規定ポイントがおでこリプレイで300、規定ポイントを到達すると、SDT に入るというような形になっております。でクレイジーポイントの天井が999になっていて、まあ、最悪そこまでいっちゃう可能性があるんで、まあ、正直200何枚とかだと結構厳しいんですけど、だいたい奇数100とか300とかのポイントでチャンスが来る感じになっていて、で今これが前兆状態、オーブモードという前兆モード状態になっているので、ここで行ったらいいなっていう感じ。一応このオーブがね全部溜まると SDT なんですけど、まあ、溜まりきらずとも、なんかミッションに行ってそこでジャッジされたりもします。ここでミッションかな、はいミッションですね。当たっていればなんですけど、これ青なんで青ミッションはマジ弱いです。ダメ、はい、これで、100のゾーンが否定されましたよって感じです。クレイジーポイントで今350溜まったんで、ワンチャンもう一回降りくるかもしれないですね。さあ一応 SDD が取れてたらここでプッシュボタンが出てきて復活というパターンもあるんですけど、コンティニューのアイテムを使ってもダメ、はい、434枚でございました最初の AT は。でここで1周終わりましたので、ここからまたニコズショップからスタートという形になります。ということでいっちゃいましたね。64レベルでデビルバトル頑張れ OK。 さあゴリアテ勝ちましたんで 30%、数は弱いですね通常。ダメ、ね、さあどちらかというとこいつ勝つことによってのというよりもこの次が重要、でかいショートカップ来いって感じ願うとしたら。あーここで仲間とか出るといいんですけどね。さあ3人目、あーこれで大丈夫です。さあ 20% これでねAT 多かったりすればチャンスアップなんですけどね。ダメ、さあ4体目のボス、あー赤い攻撃はやばい、64%ですからね言うて。こちらは青押し合い、あこれは熱い、あーダメだ復活しない。あーでも2周期目にニコズショップ取れましたね。くそーマジか。とりあえず3勝で、残念ながら2周目に突入と。あ厳しいですね。さあ残念ながらこれでデビルバトル82レベルで、82レベルなんで、なんとこれはいけると思うんだけどな、まあ、とりあえず、ノーバディは勝ち確でございます。さあ6体目もう行ってもいいんじゃないですか。いや増えないですね。ダメボスもね、最後のボスまで行ってしまいました。もう次勝てば確定でございます。バルファスファイナルマイファンファイナルミッション、さあこれで AT 確定でございます。ファイナルミッションでのブルーローズすごい豪華ですね。でここ重要なのがバージルバトルっていうのがあるんですけど、これがスーパー強い特化ゾーンで、これ選ばれたらマジやべえです。まあでもさすがにAT ですね、はい、403ゲームでございました。投資1万8000円、うん
やばい、ダンテとネロが、いや、ブイ、そこで、そこでなんて、あとブイベル、ブイベル、あと2ゲームでブイベル、おっしゃ、引いた、届いた、ギリギリ。いや正直俺初打ちの時にこんなにボーナス引けなくてマジで死んだんすよ。だからこんなにボーナスいけてマジでびっくりしている。頼むぞ、赤赤、よっ、おーうまいね。まあとりあえず1回引くまで一発復帰していきたいですね。オッケー、来たこの気持ちよさこの気持ちよさよ、一発告知の、まあ、正直もう一発告知一択みたいなところある無料画面ですね、はい、ということで SDT1 個ゲットしましたので、ここから SDT 前兆を挟んで、もう一回特化ゾーンに入るという流れになります。よいしょ、やっぱ気持ちですね。さすがバイオと同じメーカーだけあってめちゃくちゃ音とかが気持ちいい感じにできてます。さあ10、あーこれは青ぐらいの感じかな。ラストリプレイ、あーまあこれが普通っすこれが普通っす。まあ一応これで初期ゲーム数っていうかあの3枚数が300万超えたんで、なんとか早いクレイジーポイントで SDT 取りたいっすね。ここでもベイベルお願い、来ない。530枚でフィニッシュでございます。これあるな、あるな、赤ショートカットっていうのもあるんで、よし140ゲーム1周目までいきました。さあ300のゾーン取れてればボタンが来るんですけどね。そして終了画面デフォルトのみですね。469枚、いやマジクレイジーポイントが空気すぎた、もったいねえな。うっかり偉いのバーチャル、あまあまあまあ413ゲーム18でございます。赤、お赤した、いやまず1ゲームで終わんない。いやコンティニューオーブの意味よ。226枚、ということで2枚なくなりましたので3枚目いきたいと思います。あーバーゼルじゃない、はい、ということで、733ゲーム2万と3000です。あって、あー一応これ高設定したかな、この画面は。あー普通っす、あまた青じゃん、くそー。はい、ということで、2万5000ですね。470ゲームボタンない、マジか。299枚、3枚なくなりましたんで4枚目いきたいと思います。よし760ゲーム、6体目でやっただ、4枚目入れたんで3万7000ですね。かけのパワーでだね、269枚。はい、5枚目です。ないよね、それは。はい、ということで601枚でございました。バーチャルバトル残念、全滅じゃん。はい、ということで295枚でございました。さあ、いいところ出せなかったですね、こいつの。ここでやめときましょうか。はい、ということで一旦エンディングいきましょう。さて、では店内状況見ていきましょう。はい、こちらドリフターズ今3000枚ぐらい入れておりますね。いい感じ、この正宗えぐいわ。1、2、3、4、5、6箱、素晴らしい。さあ、アラジンが2台続けて2000枚と、マドカの反逆今3000枚ぐらいかな。で、こちらがマドカの前後編今1500枚ぐらい、こちらが今2000枚ぐらい、これも2000枚ぐらいですかね。粘ってるんで上ある感じですかね。前代系かな、もしかすると。めちゃくちゃ嘘ついてました。さらに3箱あったわ。これサラマン28箱なんですけど、あの手元に1箱半ぐらい持ってたんで、まあ、マジでまんま見えてるやつですねこれ。やべえ。はい、ということでお疲れ様でございました。デビルメイクライ5打っていったわけでございますが、最終的に投資が4万5000円、回収が330枚です。はい、330枚でございました。なので、まあ大幅に負けてしまったんですけど、ちょっとやれなかったですね今日は。マジで、まあ、設定6を超えるぐらいのね確率でイコスショップに行ってたんで、はい、めちゃくちゃいい感じかなと思っちゃったんですけど、まあ、正直ニコズショップ以外の、設定要素的なところで言うと、コフ設定したら1回出ましたけど、あんだけやって1回って感じだったんで、うん、まあちょっと違うかな。面白い台ではあると思うんですよ。ただその伸びにくい、伸ばすのが多分マンチョゼロより難しいんじゃないかなっていうぐらい難しいので、まあただ悔しいんでね。またどっかでリベンジはしたいなっていう感じではありますけど、なかなかね台数も多くないんで難しいかもしれないですけどね。はい。
はい、ということで、今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。